どうしたんだ。大丈夫よ、ちょっとめまいがしただけ。まだ熱が引いてないんだな。大丈夫って言ってるでしょ、ほっといてよ。やめてよ、恥ずかしいじゃない。うるさい、ちょっとそこまで行くだけだ。ここはどこ。俺の馴染みの店だったところだ。そう、無理してついてくるからこうなるんだ。休めばすぐに良くなるわ。あれから営業はしてないようだが、電気は使えるようだ。豪竜会がクーデターを。豪田龍二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか。いいえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会は裏でつながっているのか。間違いないでしょう。合田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か。ということは羽室町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように気流の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ。うちの赤い衆は気流のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護など。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい。たとえ登場会の大門を外されようと、それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよく分かる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか。俺に対する恨み以外腹の中に包み隠してるもんはないだろうな。ありません。そうか、それなら失礼します。帰ったぞ。おい、どこにいるんだ。どこへ行ったんだ。ああ、さっぱりした。
汗で体中がベタベタしてたからサウナにでも行こうと思ったんだけど、隣の店にシャワーがあったから勝手に使わせてもらったわ。そうか。多分昔風俗店だったんでしょ。狭いフロアにあんなにシャワールームを設置して。関西なら一発で検挙だわね。体はもう大丈夫なのか。やっと熱が引いたわ。傷口ももう痛まなくなったし、これでいつものように動けるわ。まだ無理しない方がいい。買い物ありがとうね。なあ、うん？登場会の過去を調べるために俺に近づいたと言ってたな。彼の身辺保護をすれば登場会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。盗み聞きするつもりはなかった。そこまで分かっていて、なぜ神室町に連れてきたの？登場会と聞いたからな。興味があるの？まあな。何があったのか教えてくれ。ママが話していた通り、私は本当の親を知らないまま育ってきたの。小さい頃から病気で死んだと聞かされていたけど、ママが何か隠していることは薄々感じてた。そんな時ママが電話で怒鳴っているのを聞いちゃってね。なんて言ってたんだ。カオルは登場会のせいで不幸になったってね。登場会のせい。あの時ママは私の過去を知っている人と話をしてたんだと思う。それから十数年、何度となくママにそのことを聞いても何も教えてくれない。そんなこと聞いても幸せになれないって言うばかり。お前の勘違いってことはないのか。反応を見ればわかるわ。絶対に何かを隠してる。でもママを問い詰め続けるのは私もだめ。だから官になって自分自身で調べる道を選んだの。お前は両親を登場会に殺されたと思っているのか。これだけ自分の生い立ちを隠されたらそう推測するのが普通でしょ。それを確かめるために身辺保護の名目で俺に近づいたってわけか。相手に手の内がバレちゃ刑事失格よね。お前の気持ちわからないでもない。え？俺にも隠された過去があったんだ。隠された過去？ああ。だが俺はそれを知ってしまったことで苦しかった。知らない方が良かったとさえ思った。もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないのか。それは自分の過去を知っている人間のセリフよ。そうかもしれないな。